よ、これからサンダーベイキングのところを目指して今ドライブしてるところ、まあこれからちょっと先長いと思うけどもね、なんとまあ、どうも俺は撮り鉄だったらしい。今もさっき撮った汽車こっちが追い越したんで、また先へ行ってもう一回今度は逆の方向から撮ろうなんてことを考えてるんだよね。全くね、撮り鉄だとは思わなかったな。Okay. Thank you. これはいかにもカナダらしい景色だよね。うわーっと広くてさ、森林が広がってて、これはもうスペリオル湖だ。結構遠浅なんだね。これがスペリオル湖だよ。なんて綺麗な水なんだろう。しかしまあ広大だよね。向こう岸が見えないんだよね。なんでこんなに綺麗なんだろう。さあキャンプ場だよ。はい、こんなところにこんなさ、オーガナイズされたキャンプ場があるんだね。これは多分ガバメントがやってるんだと思うんだよ。27ドルなんぼがタックス込みで35ドルだって。で、35番っていうのがここです。今奥行きがあるんだね。十分ですね。これが35番。これからちょっとシャワーを。こういう道を通って、でもあそこにシャワー室が見えてるから、あそこまで歩いていけばいいっていうのね。よく整備されてるところだよね。洗濯機もあるんだ。いい洗濯機だったな。でここがシャワーと、おお、シャワー室立派ですよ。しかも木の香りがいいよね。これは今まで行ったところの中では一番だな、このシャワーね。どこにもこう回すところがないんだけど、このボタンを押すとお湯が20秒から30秒出る。それですぐ止まっちゃう。そしてまた押すとまた出てくるという。まあさ、びっくりするのは本当にすごく整備が行き届いてるんだよね。信じられないくらい。平らなさ、石の上をね、ほらすごいな。全然手つかずの自然だよね。展望台の上に出ました。こんな景色がさ見れちゃうんだよ。すごいとこね、これ。そうだね、海岸出てきた。しかしまあよくできてるね、このトレイル。さっきの岬をちょうど横切ったって感じだな。流木海岸、あれがレイクスペリオル。
それで多分帰り道に着いたのはちょうどうちの裏ぐらいに出るんじゃねえのかな。もう着いてもいいと思うんだけどね。おお、パーフェクト、 look at that。 ほら、俺の車の真後ろに出てきたよ。素晴らしい。地図通りだね。当たり前か。いや、今日はなんかツアーみたいなことやっちゃったね。